ヤマジのホトトギスは、ユリカホトトギス族の多年草。茎は直立し、多少屈曲して高さは30から60センチメートルになり、斜め下向きの毛が生える。葉は五生子、葉芯は卵上長楕円形、または強調楕円形で、長さ8から18センチメートルになり、先端は急に尖り、基部は茎を抱く。葉の縁は多くは波打ち、縁毛があり、 葉の両面とも荒い毛が散るうし、木部近くの葉には緑色地に能力色の繁状の模様がある。花期は8から10月。花は茎先と葉液に1から2個をつける。花柄に毛が多く、可比変は6個あり、上部が平らかいするが反り返ることはなく、白色で内面に紫色の斑点があり、下部に黄色の斑点がない。 三個の内可比編と三個の外可比編は、同調で約二センチメートル、外可比編の方が幅が広く、外可比編の基部に袋状の膨らみがあり、可比編の外側に細毛が生える。融髄は六個で、花糸は互いに寄り添って立ち、上部で反り返って先端に薬を外向きつける。花糸に紫色の斑点がない。花柱の先は三つに分かれ、 各枝の先はさらに二列し、粒状の毛があり、紫色の斑点がある。果実は、果手毛三産があり、方感劣開する。よく似た山ほどト,トギスは、茎先や上部の溶液に三棒果樹をつけ、可比片が強く反り返り、花糸にも紫色の斑点がある。また、瀬戸内ほトとギスは、可比片の開き方は、山地のほトとギスと同じだが、花比変の下部に、 黄色の斑点があり、花糸に紫色の斑点がある。日本固有種で、北海道西南部、本州、四国、九州に分布し、山野の林内に生育する。ホトトギス族の可比変の斑点を、鳥類のホトトギスの胸にある斑点になぞらえて、ホトトギスという。さらに、山地のは山地ので、山道でよく出会うことから付けられた。ありがとうございます。